はい、どうも、たかひろです。今回は、こちら、卵です。これを使ってね、卵かけご飯を作りたいと思います。ただね、普通の卵かけご飯じゃなくてね、一手間加えて、一つの料理としてね、進化させた、ワンランク上のね、卵かけご飯を作りたいと思います。これもめちゃくちゃ美味しいんで、一度はね、食べておかないと、損しちゃうぐらいのね、美味しさなんで、この動画を見てね、作って食べてみてください。ではまずね、この卵を、はい、こんな感じでね、黄身と白身に分けておいてください。そしてこの白身をね、この泡立て器で、こう、泡立てながら、メレンゲを作ってください。はい、このように角がしっかり立つぐらいまで泡立ててください。そして、このご飯の上に、この泡立てた卵白、これをたっぷりかけます。先ほどの卵黄を入れます。そして仕上げに、青のり。はい。これで出来上がりです。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。これ普通の卵かけご飯だとね、白身がズルズルして、それがね、気持ち悪いっていう方もいらっしゃいますけどね、こうするとね、もうふわとろでね、ズルっとした感じもないですしね、もう本当に美味しいんで、そしてこれね、食べる直前に醤油、または卵かけご飯専用のね、醤油なんか最近スーパーで売ってるのでね、それをかけて全体に混ぜながら食べてください。これ実はね、4年ほど前にね、クックパッドの方にね、レシピ載せてるんですけど、今回は YouTube の方で動画としてね、アップしようと思い、作ってみました。すごく簡単なんでね、ちょっと手間かかりますけどね、もうこっちの方が断然美味しいんでね、ぜひ作ってみてください。以上が、進化系卵かけご飯の作り方でした。